はい、どうもお疲れ様です。FX をリアルに皆様、そして速可塾限定動画をご覧の皆様。え今回ね、CPI が深夜に終わった直後の相場解説になります。4月13日、朝6時ですよね。で、CPI が起きて、大きく下の方に動きました。その後、冷やしを見ていただきたいんですけども、こちらです。今冷やしを見ていただいてますけども、一番こっちのね、えっと、陰線があるじゃないですか。陰線の形がまた出てきましたよ。こういった形。ね。 えーとこうですか、まあ、つまりは実体があってひげが上下にあってそれぞれが同じぐらい均等の大きさになってるでしょですのでこれからどこここのの方向に向ににかかかうとかいいははれから見定めなななくてけります、まあ、今週は結構ね慎重になる日っていうのが多いわけですけどもこういう週があるのも FX の特徴ですから見るのもそばっていう話になりますよね。 そしてに、正確に見ることができる人は、これにも気づくことができるんじゃないかなと思います。それは上昇トレンドが始まってるってことですよね。こういうふうな形で。大きく下から、あ上から下に来た流れ、下から上に行く流れ、そして、上から下に行く流れ、今度は上に行く流れが方向づけられたかなってことですよね。まあ、こういうふうに見ていくと、全体的には、 あの上の方に行く倍の流れで取れていくんではなかろうかと思いますけどもその中でも今ね下落が続いているところかなっていうふうに見ることができますんでちょっと4時間の方に行きますねまあ1日あたりで見ると右肩上がりに見えるところでも私たちはデイトレードといって1日の間に 結論を出していきますからそんなに長く見ることはできません昨日私残業しましたけどもこういったことは別に推奨してるわけじゃなくてできればね夕方あたりにはもう決済していただいて退場するっていう流れを作っていただきたいと思うんですよ朝6時に相場の確認をしてそして1日のうちどこかで主には午前中にエントリーをして午後には決済をして19時には完全撤退するこのリズムで儲けれるようになることが生活との親和性を高めることなんで たまに徹夜して儲けたっていうのはねやっぱりこう続かないわけでしょしかも時間帯ごとにやっぱ特徴っていうのはどうしても出てきますんで朝6時に見る相場っていうのはやっぱりね朝6時の特徴を持ってますよで今回は朝見るとこういうふうに右、ね、肩上がりをこう作ってるように見れるわけですよねで昨日 CPI で大きく下に下がりましたけどもここからもうちょっと下がると上に伸びるような流れっていうのは4時間で見て取れることが できるんじゃなないいかなと思いますただ私たちは4時間でエントリーをするわけでもないのでやっぱりこれもね全体像を測るヒントでしかありません1日足は右肩上がりそして4時間も右肩上がりっていうふうに見えるわけですよさあそして1時間どうでしょうか1時間足が肝心なところです実際にここで金銭のやり取りしますからねこれを見て分かるのは上程と仮定はすぐに分かるよねってことです上ねそして下 CPI でもここで止まってるわけですよ ね、弾き出しましたけどもね。っていうことは、今日はこのレンジオプションで行くってことになりますけども、今ね、ちょうどいい感じのとこで、陰線が埋まりつつありますんで、ここら辺まで、余裕を持って、ロスカットをせずに、倍でポジションを持つっていうのはどうでしょうかってことです。ね、4時間でも1日足でも右肩上がりだったでしょじゃあ、すべての時間軸が右肩上がりに重なってるってとこですよ。で、ここは私はね、今すぐエントリーをしてポジションを持ちますけども、リスクの持てる範囲で、 続いいいいてもらいたいなと思いますそしてね多少下にブレることがあってもこれは、ね、いわゆるだましとかえぐれっていう問題で私のテクニカルのを考えていけばこのヒゲ先を昨日の CPI の勢いのヒゲ先売られすぎのこのヒゲ先を超えるまでは頑張ってねあの含み損を抱えておいてもいいんじゃないかなと思います。さらにここのの距離っていうのは 大体3倍するとここの距離に相当しますよ。まだ計算してませんけどもね。そういう意味で言うとリスクリワードも理にかなってるでしょ、うん、ということで、ポジションを持って今回の解説は終わらせていただきます。じゃあまた追加放送でお会いしましょう。また変化があると思いますんでね。お疲れ様です。